昆虫学者クルー、ちょっと勉強がてら配信つけました。感じでまあちょっと金眼は出してこないんじゃないかなっていう予想ですね。ちょっと1セット目としても番が足りない。3戦目は見るかわかんないですけど、はい、組まれてしまうとりあえずちょっとコンティニュー VS リボンは見ていきます。最後の人は難しいですけども、脳幹視ピックするんや、おもろいな。はい、ここまで、うん、よいしょ。やっぱりちょっと今の環境としては魔女きついんじゃないかなと。なるほど、心理バーメがいなくとも。はいはいはい。さあということで、ここは魔女ではなく浪人教師がカーテンに移されておりますが、まだ決定するかどうか。いや、夢の魔女になったか。ちょっとね、このカーテンが開かない。カーテン開かないな。なるほど。はい、このカーテンに映し出されているキャラクターが結構フェイントだったりもします。ああ、なるほどなるほど。はい、いや、夢の魔女にこう悩んでる時にね、こうキャラピック。サクさんこんにちは。ウタニさんこんにちは。はい、夢の魔女で。ヒロトマルタさんこんにちは。リリーさんこんにちは。そうですね。うん、ええー、みま夢魔女来たー。まあやはり。で、はいはい、通電後なんですよ、ね、曲芸、はいはいはい、曲芸師も当初もどっちもゲート開門が、いやそうです、ね、ゲート開門遅いのまあまあきついな。通電の時とか、さあ試合が始まってまいりました。女神スポーン、女神上の方に向かっていく XI、 曲芸師がいましたが院内の脳幹視に変えました。お、脳幹視から追っていく判断です。巡視者やね。やはりこの中で唯一アイテム持ってないんですよ、チェイスに役立つ。なので脳幹視を追った方が比較的に追いやすいよな。うわー、完璧流す。待機させていましたか。いやー、これオリジンで殴れる。いやー、追尾の。いや、この後狙ってたな、絶対これ降りてくるの。犬で仕留める、タイミング完璧やったもんね。誘導してた今、はい、うまっ。ただオリジナルシートも流しながらになりました。寄生神とは自動追尾に変更していきます。順者はまだ残っています。 ZB とのチェイス、うまっ。やっぱちゃうな。脳幹視はフライホイール採用ですね。はい、オジナシンと強ポジ挟み込んでいる。いや、流すのうますぎ。これここは規制でのダウンを許容はしましたが、はい、オリジナルも言ってるし、そうですね、1分経たずしてダウンしてしまう。読み合いやったな。まあどうせ殴られるんやったら、はい、規制神体もね、ちょっと一瞬待ったんですよ。あ、そうですね、そうですね、そこのケアもうまいですね。魔女はもうあの一発一発の殴りが本当に重要すぎるので。なるほど、ここ本当に殴れなかったらっていうのがあるので、いや今のうまい、まあ、細かいところなんですけど、うまいですね。脳幹していく、早速使っていきました、はい、ZB。 ただこれ無敵時間なんですけど、犬は噛めるので、はい、いやちょっと相性悪いんじゃないですか。無敵時間でも噛めるんよな。かわすことは少し難しいし、体からの巡視者、はい、シントが2体近づいてくる。この読み合い、いやもう無理よな、これオリジナルでな、ね、あ、オリジナルでなくらへんか。ことによってっていうのが非常に強力、はい、ただなんとか規制でのダウンにはなりましたか、はい。でもこれ負傷が広がってないので、はい、まあ、このペースですと結構あの普通はあの引き分けになりやすいんですよね。なるほどなるほど。できたらあれやね、規制で板割ってオリジナルで殴りたかったね。アイテムも残ってるので、ここからハンター目線で勝ちに持っていくにはどういった立ち回りが必要ですか。そうですね、とりあえず負傷を広げながらアイテム吐かして、うん、全然引き分け取れるな。アイテム減ってない、やっぱ脳幹視強いね。はい、重要ですね。ということですね。さあ、傭兵は院内で耳鳴りをさせ、この距離だと救助には来なさそうですね。まあこれは見捨てですね。はい、ここはもう体力も全員マックス、アイテムもマックスの状態で見捨てていくという判断になりますか。暗号機これ固まってますかね。暗号機、いやー2階か、院内か、院内2階にあるんか。ちょっときついんじゃないかなという感じですね。出窓ではなく2階というのがサバイバス系ですよね。はい、うーん、オリジナルシントを持っていく規制のクルータイムすでに上がって強い板は使っています。このペースで怖いのが、これ負傷を広げられなくて、はい、でこれアイテム全員マックスなので、はい、3通3逃げがもしかしたらあるっていうワンチャンあるんか。あるんですよね。うん、存在感も溜まってないので、この規制の範囲というのもね、この時間の作り方うまいな。そうですね、ガンガン回してるね、やばいな。傭兵ガン回ししてるの強、はい、これでも暗号機守りがだいぶブズになったぞ。80、こっちが24か。あ、じゃあ暗号機でも結構守れるぞ。院内2階建てやけど結構守れるのは守れる。はい、ね、そうですね、規制
星のマークは全体的に取れているが、傭兵のみが拾えていない状況ですね。そこを狙ったんでしょうかね。そして規制をした段階で、ここでまた巡射。必死当て使って回避できるか。板まで行って。これ与えられたくないよな。あー、間に合う。このターンは取ることができた。これ傭兵でっか。厳しいですね。なるほど。危機一髪持ちの傭兵ダウンやん。ただここ知らない。したら崩れる場面です、ね。傭兵規制つけてるから。そうですね。圧をかけに行っている。うわあ、これ三人釣り四人釣りあるな。共通で殴れそうだが。うわあ、避けた。避けた。じゃあ、これそうなんですよね。この読み合いよな。これ。ため攻撃した瞬間警戒はされましたか。はい、まあ前しか見てないんやけどな、弾使ってるから。サバイバー有利なあれな駆け引きなんですよね。なるほど。規制は供給としては取れる。そして2台とも回せていたので、はい。うわ、今の避けれたのでっか。動きするのめっちゃ作れそうですか。通電はしそうです、ね。はい。供給し負傷しなかったのもここで救助いける大きいところですかね。守れるよ。これ傭兵の規制ですかね。いや、オリジナルを向かわせれてますか。はい。うん。オリジンで守れるんでか。で、鬼没でダウン取って、うわ、釣り数稼げる。ここでの釣り替え、いかがでしょう。これはで、ただ、はい、危機一髪を傭兵吐かせられるので、この後救助、おそらく来るので。そうですね。そうなると、まあ、3通3逃げってのはしにくくなると思います。うん、ただこれ、しかも救助早いんで、まだ上がらない。これ上がらへん、上がらんな。70%。20秒間で飛ばんのやったら回している 80% 2回が回っています。ここがまあやはり出窓じゃなかった。いや釣れるか。肘当て使って無理やり流れ通電するかな。傭兵がダウンするまでには上がっていきそう。あ、上がるんや。やば。傭兵規制は自身では取れないが、2通電や。あと3人通電。どの規制も入っているかな。そうですね、鬼没が少し使っていた状態でした。え、残り 30% って危機一髪中に上がるんやね。そっか、ほぼぴったしで上がるんや。めっちゃ回るな。傭兵がターゲットになっている。膝で一つ残っています。ただこれ極限、これ極限開けてるね。開けてますね。で、ここで1個残ってるので、これはもしかしたらワンチャンスある。あ、でも鬼没も溜まるからね。いやー、ちょっと横にハッチがある。ちょっと見逃したんですかね、うん。さあ、鬼没オリジナル浸透。ハッチ共有できてなかったかな。打てる距離感。あー、でも引き分けちゃんと取っていくんや、コンティニュー。はい、いい引き分けやわ、これ。引き分けナイト選手か。インジャキーガンだ。うわ、バーメイドバーン。インジャもキーガンもどっちも嫌やもんね。まあどちらでも使えるから、どっちバーンしても使えるよみたいな感じですね。はい。最終的心理ピック率上がりました。そうね、だいぶ高いかも。バーメイドよりも高かったりするな、意外と。本当安定するからね、心理。3発分与えなあかんっていう時点で安定するし。で、バーメイドね、回復2回分できるけど、チェイスも強いんですけど、その1回合流するっていう手間がやっぱあるから、心理やったら、遠隔で5秒で回復できるっていうのはまあ強いよな。うわぁ、忍者の姿が見えます。忍者ですね。忍者ですね。忍者かっけー、はい。いかがですか。忍者なんとも言えんな。忍者が強いかどうかわかんない。なるほど。はい。噂ではどうですか。全然。ただ心理学者が結構。いけないことなさそうやけど。でもこれ、心理折ったとして、心理折ったとして、あ、でも精神病院ってね、ターゲットチェンジしやすいんですよね。対策していたチームもいました。はい。今回バーメイドバーンでちょっとチェイスルート被っちゃったらだるいことになるから、踊り子のオルゴール補佐とかしっかり受けれるかどうかかな。存在感マックスってなったらね、だいぶターゲットチェンジでボコボコにされやすいと思う。さあ、スポーンしていった小屋裏、ハンターはまずはしっかりと繋いでいきます。ここはスポーン。うわ、回るまで見るパターンですか？触るの待ってましたかね。かなり時間をかけましたね。選んだな。していっ
った方向、踊り子の方向へと向かっていくナイトではありますが、2名が院内の出窓付近で、うわ、UR 衣装できてるやん。踊り子が出窓、板を倒して、押すオールゴール。オールゴールでしっかりと。やっぱ UR 衣装、なんか遅く感じるわ。出窓先に板割れたの大きいですね。うわ、隠密してる。そうですね。ただ、この、これは、傭兵が隠密か。はい、傭兵の3枚板。じゃあ、シン。担当者は強ポジションで解読を始めている。いや、チン選手が始めていますかね。はい。はい、繋がっていないチンの暗号機、そして強ポジ、小屋の暗号機は繋げているファファ。小屋か、これは読めない。はい。そして再び、タオシンの跡というのが見えています。オルゴール、これ2個目。結構時間は稼いでて、うん。オルゴールは2つ早めに壊すことはできましたが、少し終えていない。いやー、これちょっとお散歩がしんどいですね。そうですね。ここで傭兵多いか。傭兵追うのもな。うん。いや。まだ追える。あー、なんか重い。キャラクターではありますけれども。あー、これ外したのでけー。10秒間は打てません。鬼没もありますが、マジか、今の当てたかったな。しかもバカラグいし、あ、いや、ちょっと余計、うん、こんな美味しくない、分散されると。そうですね。いや、これめっちゃサバペースやね。断線しても椅子耐久が長いので、はい、今の一撃与えれたら、当てましたね。障害物の上に奇跡。まあ、肘当て吐かせながらターゲットチェンジもできるんですけど、これターゲットチェンジでもいいけどな。踊り子ですね、失礼します。あ、もう傭兵追っちゃうか。難しいぞ、これ。あ、ただこれ、ことうまい。いや、肘当てマジでうまい。2階に上がっていく肘当て。綺麗に上がってったな。いや、さすがやな。さすがプロ。落下。うわー、入らんか。逆向きでしたか。逆向きでしたね。いや、これちょっとわかんないんですよね。はい、見てからじゃ、うん。予測でしか殴れへんもんな。さあ、再びの 0.6、1.2 の傭兵。これ、単行者とうまいことダメージを分け合っている。いやー、ただこれ、形になっています。そう、回ってますね。そうですね。繋がっていなかった、チンの心理学者の暗号機が上がりました。ここで帰宅からの際に、まだダウンはしません。いやー、まだダウンしない。はい、あと、ラスト肘当て1個。かなりダメージの分配というのをうまいことやっている。使いたいなぁ。仮にダウンしたとしても、はい、単行者の粘着で1回でも下ろさせ、救助されてしまうと、また殴った後、15秒、うん。いや、いいオルゴールですわ、これは。ダウンしないんで。うん、まあ、粘着も、やはりしんどい。足跡見えてるから。見失いはせんけど、うわ、めっちゃ解読回るなぁ。しますね、そうですね、しかもかなり稼いでいますね。かなり回ってます。いや、これまだまだダウンできひん。肘当て1個残ってるし。はい。ファーストベースが終わる。さあ、ここの肘当て。うまい。精度がいい肘当てで入り込む板の中。いやー、うまいわ、この人。青の電極をつけられていますので、次ダウンを取る。うわー、はい、これ、あー、これはさすがにスタン入るか。オブジェクト越しに電極を置いていた。回るね。ファーストベース終わった時点でもう5台5台かなり、かなり回ってますね、これ。そうですね。1台一気に上がるな。こっ、わ、赤い色が。はい。つなぎ直してもっていう感じやな。もうつなぎ直さんか。体力として通電読みで。チンが救助に向かってきています。そうですね。おー、つなぎ直した。そうです。通電を狙うしかないですね。うん、ノン通電はほぼ確実なので、まあ、傭兵はアイテムないので。はい。まあ、いやー、やっぱ右下難しそう。僕使うならやっぱ左欲しいな。じゃないかなという感じなんですけど。板を当てて確実な救助を果たしていきます。やっぱ存在感マックスになった時の忍者の爆発力ってマジで高いんですよね。踊り子は電極変えていますね。これによって心理学者とのダメージの分配もできます。帰宅再臨で距離詰めれるし。傭兵は一撃じゃダウンしない。そして通電。これまだ電極つなげれないんで、これ、はい、ゲート回すの早いんじゃないですか。かなり通電は早い。左下押しやな。芯を追っていてもダウンはしません。はい、引き止めるで 2.2 ダメージも半分。わー、いや、まずい。これ耐えれる。間に合わず。これはハッチは TG です。当たる。 TG ですね。当たらん。しかもこれダメージも繋がらない。ちょっと判定に嫌われてましたね。正面ゲートからサバイバーが出る。いや、でもまだ帰宅できるから。可能か。あ、いける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 。あ、ハッチはありません。まずは帰宅からの再臨で距離を詰めていく。あ、ならいけるわ。次ダメージを与えることができれば傭兵のダウンです。奇跡のクールタイムがここで外してしまった。
いや惜しいですね。これ電極を与える術がない。いやこれまたそれてないか。もう一つも外したとなれば傭兵はチャンスがあるか。うん、ただこの通常攻撃でのダウン。さすがに逃げることは難しかったが、見事3人逃げによりセット獲得はリボーンと、はい、ギリギリやな。これ囲いやったら終わってたね。消えたりします。はい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 、はい、確かに浪人行使も相当いい。脳幹視、脳幹視、はい、まあやはり引き分け安定するんで脳幹視、うんうん、強いんで脳幹視ピックします。まあ先ほどもねかなり、いやコンティニューマジで脳幹視毎回積んでくるんじゃん。で引き分け取りましたからね。脳幹視ピック中華多いな。まだほんま強いね。安定安定やな。近づくじゃないですか。そうですね。その時にあの弾で、はい、封じれ、あのローか。はい、うん、殴れるんで。まあ、あーロー人形いいっすね。そう。感じもあります。なるほど。他は多いわね。骨董商とロー人形、まあロー人形目線相性いいと思うけど。はい、きついよな墓場は、はい、読み合いが発生しすぎる、うん、さあ続いて始まっていきます。第2ラウンドの前半戦マップはリボンが選んだ、はい、始まるの早。先行チームの浪人行使です。あと少し上げれん。ショーの方に向かうかオフェンスの方に左に曲がるかですが、こんなもんかな。ちょっと曲がりました。オフェンスの足跡を死に、いやオフェンス直行ですね。はい、2階に上がっていく、はい、しっかりと警戒されて、はいとしても早めに降りていく判断です。うわオフェンス多いスロイ。墓の中こう手前じゃなくてよかったですね。暗号機、そうですね、オフェンス四角に隠れるようなボールの使い方です、はい、少しでもロー付与を防ぐために、はい、いやいいボールの使い方、これ防げたんで、うん、いいボールの使いかな、そうですね、使い方なんだなってあります。さあここ窓越しに40の笛板裏対決。うわ当てるの、これうめー、かなり当てている。96でストップ。ここでボールを使う前に、ボールも使っちゃったか今一瞬。一発前で一発殴れてたので、はい、これはいいペースかなと思いますね。しかも電車もう行ってしまったので、そうですね。そして特質は瞬間移動ですよ、瞬間、瞬間移動、はい、これ初手から瞬間移動の遅延です。ちょっと見落としてました。ボールを使う、ボールの使い方上手いんやけどな。いやでもこの読み合いフラフォはないよね。これ右下瞬間ですか、どうでしょうか。この上下か右下ですか、はい。ここでオフェンスのダウンとしてはかなり早めに当てましたね。はい、これで墓場におった骨董商が回せないの痛いね。地下にはつらず早めにこの墓場の暗号機に寄せて骨董商を対処したいというところですかね。はい、今年はうまく今年見えてない？見た。には来れている。いやー、墓窓封鎖するのは偉いですね。なるほど。この後行けないと。はい。ルート制限できるだけでもでかいので。うん。そうですね。いいですね。まあ、真っすぐ行きたかったはずの窓が。そうなんですね。あの、いや、ここだいぶ付与できるぞ。はい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 。骨董所が粘着して墓から外出て、いやーこれ乗り越えれへん。リーチされるってのが、いやうまいわ。なるほどなるほどなるほど。墓守ったのは、うわ先にそうね、墓封鎖したことによって、そうですね、骨董所がかなりショーで殴りまくっても乗り越えれへんから。墓場はまだ回っていないので、この骨董所の解読が一切できていない状況ですよね。はい。いやしかもこれゲートめっちゃ冷静2名なので、うん、しかもこれ球場役もいないですし、上下瞬間となると、はい、通電後も非常に怖いですよね。存在感があと一発でたまるよ、はい、事故本当にありますから。さあこう耳鳴りがかなり遠目でもしないということを見て、いや大きく動いてますね。ただ、まあ、回復はさすがにできるでしょう、はい、間に合うかどうか、ちょっと見えないので彼の暗号機は揺れている。うんうん、XI 脳幹視とのチェイスが始まっていきます。ここはしっかりと板の、あ、カウボーイの右義士なんや。取れています。ローも少し付与しづらいポジション、過去の COA のやつ、ね、シルエットしづらい、はい、あの黒のシルエットでわかんの、うん、ただこれ COA の義士って、いや、この一瞬で56、はい、そうなんですよ。ローニング、いや、うまっ！いや、素晴らしい。当てるの綺麗。そうですね。はい、ここでもしっかりとダメージにつながっていく。ここからの救助もより難しいものになっていきますか。そうですね。これ、降りたのも読めている。いやー、読みうまいですね。なー、読みぶっ刺さりやー、これ。89まで付与された。4人釣りあるぞ。あー、でも、これ、脳幹どこにしてんのやろ。うん。フラホ、
ケアをもきちんとしてそうですね。この熱浪であえて板に突っ込むというのもまた強い。あ、農家すぐそこやん。これ農家せえへんかな。いや、してもいいのか。いや、したら下で回らへん。挟ませない。いや、もうするか。これ農家し、はい、目の前なよな。はい。いや、これ付与できちゃうんですよ、実は確か。うん。ほんまや、付与できるんや、これも。貫通すると。はい。巡視者も噛めるし、ローも付与できるんや。あ、まあまあまあ。うん、しっかりと。まあ、熱炉は温存で、はい、90狩りの時に使います。そうですね。クールタイム結構長いですからね。はい、まあ、そうですね。さあ、これで1台は、ボコボコに当ててたんですが、残り1台。ただこれ1台、今上がってた。うわ、道子前、はい、これ。やっちゃうわ、墓場か。まあ、それですと、救助狩り、ちょっと狙いやすい、ね。出た骨董賞、フラホなし。骨董賞が向かってくる。そうなんですよね。しかも、その時から溜まってると骨董賞の対処は簡単で、はい、これ溜まった時に熱浪にしてしまえば。だあ、さあ、ダメージ与えられるので。終わった、当たらなかった割とはでも、ここめっちゃ付与しやすい。これ、殴れず断させれるので、熱浪で、はい。いやー、無理やな、93、94。スタンはしない。これ減速をして、熱浪がギリギリ切れるか上がらない。お、この球場かなわないわ。ギリギリ耐えた。耐えるしかない。いや、しかもこれアイテムマックスだけではないので、はい、ちょっとチェイス今ショーも使っちゃってるからね。あと月があるかな。を開けるのはもう3回使った。今ゲージです。いや、遅いですし、ハッチもこれまあ一番奥か。そうですね、ハッチ逃げ狙った方がいいな。この逆ゲートをあえて開けていない極芸師、墓場周りで待機していますね。遅くなる読みでもしかしたら瞬間、うん、しますね。はい、ただいない。ここしますがいない。さあ、それをどうか。さあ、これ予測できるか。急いで戻る。まあ、急いで戻りますね。はい、うわ、めっちゃうまいな。やっぱりこの墓場、道子側からぐるっと待機している極芸師は十分時間稼げますよね。はい。うん、まあ、極芸師もし、この世界線にフラホっていうのがなければ、フラホ読みせずに、養老ダウンでしてるから、めっちゃきつかったけど。極芸師対応の。そうですね、フラホ色はない。おそらく一逃げできるでしょう。ここから索敵大きく広げている、道子のハッチを一逃げの可能性が出てきたね。さあ、まずはハッチの位置がわかる。耳鳴りは墓の奥まで。まで探しに行かなければ。いや、ここで鳴った、手前で鳴った。いや、でもこれぐるーっとしとけば大丈夫やと思うな。もうノーワン切れるまで耐える判断でもいいもんね。距離値さえしとけば。イートメルがあと30秒なんですよね。はい。でもこれヤンさんがこの固めたところから出てくるってなるんやったら、ワンチャン距離縮まる。もう焦る必要ないの。はい。確かに窓枠は封じ、うん、焦らなくていい。一気に仕掛けるか引き止めるか切れるか。うわー、怖いな。あえて片手。うわ、ちょっと待って、噛み合いそう。近い、残り11秒。いやー、でもギリいけた。ちょっとそっちには行きづらいですか。引き止めるは切れるんですけど、はい、まだ熱浪でダウンさせ、そうですね、もう2連撃できる可能性があるので。2連撃浪人魚あるからな。まあでもこれはさすがにきそう。いや、上振りやん、やっぱ。いや、極芸師、これ、熱浪は、上下瞬間か。弾と同時に攻撃食らったとき、はい、投げる攻撃なんですけど、超えられるんで、ハッチ攻防めちゃくちゃ有利なんですよ。はい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 。実は。サイドステップ、サイドステップ。最近、ローで。最近に来るか。いや、もう、やばいぞ、これ。73。おー、あ、ぶち当てた。小爆弾をぶつける。交代してきた三栄がチームを救います。しっかりと1逃げ。いや、なんとか1逃げやね。もうここ4釣りされたら終わってたな。見事な3釣り。若干気がめた。あー、いいな、骨董強いし、昆虫も骨董昆虫。なるほど、めっちゃいい。殴った後、さあ、もう一キャラクター番ができるが、かなり盤石な編成はこの時点で組めてる RB するんすかね。ガングバーンするのかな。極芸師、まあ、このうわ、おもちゃもありやね。そう思ったら、そうそうそう、おもちゃ全然ありやん。別に老人形でもいいし。でなるとバーメイド。いや、キーガン行ったら終わりそう。もう3逃げ、もう引き分けほぼほぼされると思うから、出すなら老人形かな。はい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 。その2キャラなら。あれですね。昆虫が飛車が粘着してる間に左右で加速して、ワンちゃん。でも老人形でもきついけど、老人形の方が、3釣り見えそう。そうですね。安定しそう。そうですね。老人形。老人形し。をちらっとして、に決定していきました。
まあ上手かったら何でもいけるんやろうけど、単行者ね、ほんまその粘着1回見せた時が痛すぎるから、いやどうだろう、安全安全にって考えるとバーメイドかな。中学者をいかにいなすかが鍵になります。なるほど、中学者にいいようにやられてしまうとそれこそバーメイドも追えないとかになってしまいます。ろう人形もきついけどやってほしいな。はいはい、遠征スポーン選択どちらも非常にいい形が取れている。はい、第2ラウンドの後半戦入っていきましょう。中央2階の方向に向かっていきます。そこは倒しの昆虫か。いや昆虫は応援やろうな。姿を死にしましたが追わない。そして傭兵の邪神の姿が見える。いやエイミン長ファーストテース入るのが基本的に遅いんですよね。これ傲慢を積んでいますね。お前は左振りの、おそらく左下歩くからこそですか、ね、いないぞ、はい、耳鳴りしないぞ。いや歩きますね。いやもうこの時点でめっちゃサバユリア4 b c だからこその、はい、はい、立ち回りですよね。そこで戻ってぐるーって回ってるんよな。傭兵の倒しの昆虫学者の位置になるか、少し傭兵の階段こっから離れ行くの嫌やから、もう昆虫よね近く。でも昆虫もきついよ。うん、距離は取られますよね。取られますね。で、これ興奮ですね。はい、興奮ですか。はあ、うわ、さっき板2枚出してるわ。はい。絶対割らせるんや。いたので最初から骨董賞狙ってた、ね。なるほど、なるほど、なるほど。もう追ってしまうと。はい、昆虫学者の粘着も防げますんで。だあ、これ迷うよね。どうしようもないな、これ。まあまあ、迷っちゃったら。ローバー当てることができていない。いや、これ一生散歩してますね。いや、無理やわ。これ。で、墓場間に合うやろ。うわこれでまたグルチェで終わるもんな。それがなおさらきつくて、板割ってる間に見えなくなっちゃいます。はい。足跡も消えますしね、はい、しかもこれ消えるのが本当に強い。バーメイドか。うわー興奮やたらな。難しいんですよね追うのが。なるほど、オブジェクトの高い。いやこれきつい。でもせめて鬼没があれば。はい、興奮やから一番追わんでいいキャラやもんね。なんならちょっと避けるっていうのがちょっと難しくなるので、なるほど、なおさら稼がれると思います。しかもフラホ持ちか。骨董賞の暗号機上がっている中でバーメイドとのチェイス、この読み合いも非常に有利。うまいですね。あ、ただ攻撃うまい。視点誘導もしながら素晴らしい。ただの加速がフラホプラス加速先ある。いや無理やわ固めず。いやただこれ効果使いますね。あ、そうですね。はい、バーメイドただこれ鬼没じゃないので、絶対、いや鬼没があればなワンチャンやけど、鬼没あってもきついもんな。墓場ですと、うん、ほんまにワンチャンやったね、鬼没あれば。バーメイド、はい、まあでも鬼没使ったらフラホで合わせられてるから。でもミスってくれたらあったけど、胴振りは作れていません。フライホイル持ち、今のは、まあ、興奮あるので、はい、どっちにしても美味しいってので突っ込んだ感じですかね。いや、いいダウン。ただ、ようやくのダウンですが、でも、4台分や。暗号機も、しかもこれ、墓場で完結させてるから、暗号機圧かけられてなくて。なるほど。で、しかもこれ S 字ラスト。いや、ただこれ、圧かけれん。なくなっちゃったんで、うん。近くの暗号機が上がったことで。そうですね。これは、かなり、もうこれ、2人救助なので、救助狩りしか、あれ、勝てる方法がないんですけど。傷狩りも少し難しい状況でしょうか。左右破壊欲振り溜まってるので熱浪で当てて攻めて、もう攻めまくってんな。いやうまっ。この間にちょっと今視点的にビレてませんでしたね。救助されてるのが分かんなくて。いやそうですね、傭兵のいいターゲットの取り方でした。いやそうやな、傭狼を傭兵に当ててるってことは後ろ全く見てないから絶対無傷救助できるんや。当初が傭の付与もカバーしてあげながら固まったが、これはコットン。いやーいい粘着やなー、これ無理よ。残り 20% 三釣りが必須ということも。いやいい瞬間、もう瞬間するしかない。昆虫学者を追わなきゃいけないんですよね。はい、ただ瞬間ですとやはり距離が近いので、はい、追いやすいんですけど。いやいい回収ですわ。攻撃2回振らせたことでちょっとでも距離が取れたので、うん。お、でもこれやったら2撃入るぞ。地味にきついですね。そっとー、あーちょっと遅かった。熱浪遅いですかね。あー、いるい、地味に間に合った。あ、惜しい。は行きますが、板当て成功。今の全体今の入るんや。墓の新規3人で回しているため暗号機は早い。もうすでに T 字の暗号機と一緒に早すぎる。おい、新規で回してんのにもう寸止め作れるやん。
ちょっと早すぎんか。引き止めるがあれば、はい、まだチャンスはあるんですけど、ないので、そうですね。通念してしまったら、もう難しいかなっていうのがあって、まあ、寄せるんですけど、しかもどちらも回ってますね。即9やからな、もうこんなん。墓にもなんとかローンねえ、今の養老間に合うのよ。投げれますね、マジ。いやこれ当たる前に消えちゃうもんね。あ、でも通電させたらいいもんな。どう固められるか。もう左右って分かってるから。倒しんの昆虫学者にターゲットを変える。お 固まっている。いやこれ、お固めてんのほんまや。ナイトの天才的なローの感覚。デーモンやな。デーモン固め終わったらこっから上からもう一回また当てるしかない。ワンチャンス。いやー、それは直しいな。仕留めるがないことが分かっているか、電車に乗っていく。邪神のゲートは封じるが、ファーファーとのチェイス。これまだ、初釣りの骨董商とのチェイス、美味しくないでしょうか。いや、ここも板も残ってますし。うん。いやー、これは。いや、これ、蝋人形ってさ、かなり苦しいゲートは解放、はい、傭兵のゲート圧をかけますが、肘当て2つ傭兵ローで電車から落とすことってできるんですか。まあ、4逃げ待ったなしみたいな展開ですね。はい、傭兵は少しターゲット、仮にまあ普通のこの弾は当たらんとして、75まで仮にローを貯めておけば、これ学校ゲートの方ですね、ドプンで下ろせるんかな。いや、で殴ってもダウンできないんですよね。そうですね。いやー、これ1個残ってるので、もう1つの熱浪で100当たるが加速で離れていき、ロー当たらない。逃げ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。